んは日常演舞です。本日はこちらセブンイレブンのチョコバナナロールとこちらベースブレッドメープルを食べていきたいと思います。ベースブレッド前にチョコパンか何か食べたことあるんですけど、栄養素が高いパンなんですよね。そして私が好きなバナナを使ってチョコロール、これも楽しみです。まずベースブレッドロールからいただきます。様でした。最初に食べたベースブレッドメイプルはかなりもちっとした食感の生地からメープルシロップの甘く香ばしい香りがぶわっと広がってきて、結構主張が強い味わいになっていました。ただ生地が結構水分を取っていくので、パサパサした食感が苦手な場合はちょっといいかなと思います。反対にメープルの香ばしさが大好きというのであればぜひ食べてほしいですね。で、こちらのチョコバナナロール、2003年に販売された商品の、2003年って言ったら自分が中学1、2年生ぐらいの時ですね。その頃はまだコンビニの商品とかそんなに興味がなかったのですけど、こんな商品で見たんです。なんかもう20年も経っちゃうんだなって思っちゃいます。味なんですけど、バナナの優しい甘さがクリームとしてとろーっと口の中で広がってくる、とても美味しいパンになっていますね。復刻ではなく、ぜひレギュラー商品にしていただきたいですと思えるくらい美味しいバナナロールだったので、今回の代表として5点とさせていただきます。それでは本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。